プリウスの事故、通称プリウスミサイルを見ていきたいと思います。まずはこれですね。プリウスミサイルの特徴は、なぜそうなったんだというね、状況が多いらしいんですが、これもまさしくね、なぜそうなったんだというね、状況ですね。ジャンプしたんですかね、車が。もしかしたらジャンプ機能があって、着地しようとしたらそこにね、障害物があったという事故かもしれませんね。次はこちらです。これもね、どうしてそうなったんだというね、プリウスミサイル特有の状況ですね。これはおそらく気温が高くて水にね、入りたかったのかもしれませんね。次はこれですね。プリウスミサイルのごとくね、ミサイルになってますね、これは。この家はね、爆撃されてますね、プリウスに。これもプリウスミサイルらしいね。左方向から飛んできたミサイルですね。まあ見た感じね、被害に遭っている人はいなさそうなので、まだ優しいね、プリウスミサイルなのかなといったところですね。次はこれですね。プリウスミサイルによって信号機のその電柱もなぎ倒す。これこそがね、プリウスミサイルの破壊力ということですね。いざプリウスミサイルにね、襲われると信号機すらなぎ倒してしまう。道路の秩序すら破壊するプリウスミサイルです。はい、これもね、どうやったらそうひっくり返るんですかね。もうジャンプ機能があるのか、それで着地に失敗したのかと思ってしまうようなね、プリウスミサイルですね、これは。次これですね、田んぼにインしてますね。プリウスは実は耕し機だったという可能性も浮上するかもしれませんね。はい、プリウスはね、階段でも上り下りができますというのをこの画像がね、表してくれています。プリウスは階段もね、上り下りする機能があります。はい、こちらは、まあ、いわゆるダイナミック入店、ダイナミックエントリーですね。結構奥まで入ってますね、これ。まあ、コンビニにね、行きたすぎて、その気持ちが大きくなりすぎて、ダイナミックにね、入店してしまったプリウスですね。これもダイナミック入店ですね。まあ、こちらはね、ちょっとドアが小さかった、プリウスでは入れなかったんで、門前払いというか、お店に入ることすらできなかったダイナミック入店をしようとしたプリウスですね。次はこちらです。お行儀よくね、お行儀よくってもおかしいですが、バックでね、入店しようとしたプリウスです。まあ、バックだからといってね、ダイナミックなのには変わりない、ダイナミック入店のプリウスです。はい、プリウスがね、やっぱ多いんですかね、事故が。この駐車場は、プリウス全車種入庫禁止とね、プリウスを駐車させないようにね、していますね。次はこれですね。もう鉄道が狙われてしまった。プリウスミサイルが狙うのは、何も車道を走っている、道路を走っている車だけじゃない、歩行者だけじゃない、コンビニだけじゃない、線路を走っている電車だって例外なく襲うよというね、意思をこのプリウスがね、表していますね。これですね、プリウスミサイルは、もうミサイルなんでね、爆撃です。爆撃されればもちろん火がね、上がります。このように炎上します。プリウスミサイルされると。次はこちらですね。お祭りの屋台とかですかね。で、人もいっぱいいるんですが、そこにね、プリウスミサイル突入。これはかなり危険ですね。もう何かの手違いで、このプリウスミサイルが発射されてしまわないことを祈ることしかできません。はい、プリウスミサイルは警察だからといって容赦はしないんですね。警察車両でも真正面からプリウスミサイルを発射する。それがプリウスミサイル。はい、こちらもね、田んぼに入っていますね。プリウスは耕し機だった説に一票を投じてます。まあ、車だからといってね、やっぱり疲れたら横になりたいということで、おそらくね、走り回って疲れて道路でね、横になっているという状況ですね、これは。はい、これはどういう状況なんですかね。道路横の草むらに入ってるんで、まあ、立ちションしたかったんですかね。立ちションをしたかったプリウスの絵です。次もダイナミック入店、ダイナミックエントリーですね。これコンビニではなくてビルらしいですね。もうまさにテロ級の被害を出すプリウスミサイルです。はい、こちらもね、ひっくり返ってますね。まあ、なんか鎖がついてるんで、このプリウス輸送中だったのかなと。で、そこで落とされたのかなとも思うんですが、まあ、それにしてもやっぱりプリウスはね、いろんな機能がね、備わった車なんで、横になったりこのようにね、ひっくり返る機能もついている車、ということをね、表しています。やはりね、プリウスにはひっくり返るという機能もついてますね。横になる、ひっくり返るという機能がついているんで、別にね、これもおかしい状況ではない。これもプリウスの機能の一つなんだと、わかるね、写真ですね。これもダイナミック入店ですね。おそらくこの車は育ちがいいのでバックでね、入店してますね。はい、育ちが悪いね、プリウスが入店しようとすると、やっぱり前からね、このようにダイナミック入店しようとします。育ちが良くないと前から、育ちがいいと後ろからね、バックで入店します。これもね、育ちが悪いプリウスですね。前からもうズカズカとダイナミック入店してますね。もうこれはね、許されません。バックだったらね、まだ許される可能性もほぼないんですけど、次からね、バックで入店するようにしてみてはいかがでしょうか。はい、これは歩道にね、発射されてしまったプリウスミサイルですね。もう歩道はね、やめてくれと。物ならまだいい。人にね、発射してくれるなと思うんですが、まあ歩道にね、発射されてしまったプリウスミサイル。被害者がいないことをね、祈ります。はい、
これもね、奇妙なプリウスですね。おそらくジャンプ機能でこれも着地しようとしたところに障害物があったという状況ですね。プリウスにはジャンプ機能が備わっています。これはね、どういう状況なんですかね。プリウスが下敷きになってますね。おそらくこの白いプリウスがこの黒い車の下に潜り込みたくなって潜り込んだ結果だと思いますが、プリウスもね、狭いところに入りたがる、車の下に潜りたがる時もあるのかもしれませんね。はい、これはプリウスのね、事故のニュースなんですが、その広告にプリウスの広告が載っているという広告効果がね、抜群の広告となっています。皆さんもね、買い換えるならぜひプリウスを購入してみてはいかがでしょうか。以上です。